皆さん、こんにちは。集客コンサルタント、横田修林です。今日はですね、集客、ウェブ集客ということに関しまして、名古屋の方で、今度セミナーを開催します。ちょっと今日その案内をしたいと思います。では、こちらをご覧ください。はい、7月27日の水曜日の19時から21時ということで、流行に流されず確実に結果を出すウェブマーケティング in 名古屋ということでお話をするんですが、まあ、今回はですね、いろんな方からどんな内容でっていうようなことで、ちょっとヒアリングさせていただいたんですけど、まあ、結構みんなまちまちだったっていうことと、この機会にですね、この集客コンサルタントというですね、名乗っていますので、まあ、集客に関していろんな切り口でお話しようかなということで、こんな感じを考えてました。はい、まず一つ目なんですけど、なぜソーシャルメディアに踊らされてしまうのかということです。非常に、SNS っていうものが盛んになりまして、私も SNS を使った集客や販促などのアドバイスをさせていただいてますけど、踊らされている人が多いです。結果が出るのは、結果が出る人もいるんですけど、みんながみんなってわけでもないし、業者業態によっても違います。それに踊らされているのはなぜかということについて、まずお話します。そして2番目ですが、なんだかんだ言って、検索エンジン集客っていうものは大事なんですけど、そのコンテンツを作らずに検索エンジンで集客する方法ということで、いわゆるコンテンツが大事だっていうふうにね、言われてですね、なかなか皆さん手を出せない方いるんですけど、実はコンテンツを作らなくたって、集客できるんだって話をしたいと思います。そして3番目、速攻性ありすぎということで、スマホ最適化ホームページで導入すべきことということで、スマートフォンのホームページが大事だよって話は、実は前回名古屋でもさせていただいたんですけど、速攻性ありすぎる、導入すべきことということでお話します。はい、続いては、インスタグラムのハッシュタグを使った危険すぎる集客ということで、インスタグラムがね、非常に今注目されてるんですが、ちょっとこれ公開では話せないですね、集客方法についてお話をしたいと思います。そして続いてですが、多くの人が勘違いしている YouTube を使った使用法ということで、YouTube 集客ですね、非常に注目されてるんですが、YouTube の活用というふうに考えたときに、ちょっと間違ってる人が非常に多いんですね。そのことについて話したいと思います。はい、そして、Twitter や Facebook で、反則を頑張って投稿している人いるんですけど、そんなことしなくたって集客できるんだよということについて、お話しいたします。最後ですね、LINE アット、プッシュ通知の異性配信が重要ですけど、そうじゃなくても、できるんだということについてお話ししたいと思います。などなどですね、今回は皆さんの要望に合わせた形で、質問、質疑応答形式やりたいなと思ってますので、7月27日水曜日19時、場所はタスクールさんの方にお越しいただければと思います。詳しくはリンク先、下に貼っておきますので、ご覧ください。集客コンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。